様子はどうだ、山尾。そうか。せやけど大丈夫？それは聞いてもいいか。何をだ。あんたが山下ろしを追い続ける理由や。それこそお前が気にせ。そうか。けどいつかは話してもらうで。このまま月見野へ急ぐのもいいし、なんなら。ああ、行くのか。ああ、せやけどまた戻ってくるかもしれんで。本当に。あんたらがどうしてこんな山奥で遭難したのかは聞かないでおいてやる。これから。だがこれだけは忘れるな。生き物にとって狩りと身を守ることだけが許る。肝に銘じとく。兄貴、それ奥寺藩。ほな。王子公園では明日の夜から始まる月見の雪まつりに向けて、多くの人々が最後の準備作業を行っています。冬の代名詞ともいわれるこのお祭りを見るため、毎年多くの観光客が全国からやってきます。商店街の人々にとっても大事な書き入れ時として強い期待がかかります。先日刑務所で発生した火災事故の続報です。事故後、署内から行方をくらましている2名の受刑者について、北海道警察は今朝、刑務所近くの山中でうち1名の受刑者を遺体として発見したと発表しました。
残る1名の受刑者に関しても現在も付近を逃走中の可能性が高いとみて全国に指名手配しました。指名手配されたのは元搭乗会計組員の冴島大我受刑者です。北海道警察は冴島受刑者が札幌市内に現れる可能性が高いという情報もあることから現在月見の周辺に警戒態勢を敷いています。兄貴、それに遺体が一人見つかったって、あのアジトの、今様子を見てきましたが警官がかなり出回ってますね。大通りを抜けて素直に、あ、ほなどうやって行く。とりあえず兄貴は少し離れて目立たないように。分かった。ここです。ようこんなとこ見つけたな。昔俺の兄弟分がやってた馴染みのバーです。当然営業してると思って立ち寄ってみたんですが、この通りのありさまで、まこっちとしては逆に好都合だったんですが。どうぞ座ってください。どうやらここ10年の間、月見野の街もすっかり変わっちまったみたいですね。昔はどの店も繁盛してたんですが、なんだか寂しい気分になりますね。確かに結構前に潰れたみたいやな。あった。
マッカラン1946がありますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。封が開いていなかったんで多分大丈夫だと思うんですけど。かあ、うめえ。うまいな。でも不思議、本当なら今頃仮釈放でシャバに出ているはずの二人が。いつかお前と飲みたい思ってた。しかし俺なんか実名も公表されないまま遺体で見つかったことに。一体やはりあの刑務所のことも指名手配も全部。どうしました？ちょっと表出るわ。え？こんな状況の時？ああ、ずっとここおってもらうじゃん。いやでも表は警官が。大丈夫や、こういう状。そうですか。でもどうするんですか？せやな、喜多方いう男に会おうにもどこにおるかわからんことに。そういうことでしたら、バーアンビ、そこの店なら今でも来。アンビシャス。はい、その店の奥にはカウンターのとこにチップを渡せば裏。そこで一暴れしたら喜多方の城。ええ、喜多方組は一度敵とみなした相手にはとことんやるタイプの古い。親父のためなら命投げ出すっていう筋金入りのり。なおさらたの。あ、それ携帯か。ええ、昔のツテで手に入れました。わかった。そこのお兄さん、財布に消えな。痛い目にとわからんが。お手合わせ願おうか。暇やないんだよ。
ょっと待て、何こっち見てんだ。後悔すんで。
手加減なし。行きにすぎやで。愛したもんや。やまあ気にすんない。あかんわ。よくあるよくある。くっそー。ま、気にすんない。愛したもんや。やまあ気にすんない。くっそー。ま、気にすんない。
何や。しょっぱいっすね。行きにすぎやで。ええで。よくあるよくある。くっそー。まあ気にすんない。ええで。マジっすか。よっしゃ。しょー。何。しょっぱいっすね。まあこんな日もあるわ。あかんわ。よくあるよくある。大したもんや。へへ。うん。ぎゅん。ま、気にすんない。俺の勝ちやな。くっそThank you.
と待てよ。止まれや。腰抜けや。二度と顔見せるな。おい、止まれ。ちょっと手つきが気に入らねえな。相手するしかない。